芦屋アア大学は兵庫県芦屋市六六総長13-22に本部を置く日本の私立大学である。1964年に設置された。大学の略称は芦屋大。芦屋大学は1964年に福山修芸一により創設された。福山はもともと大阪府立大学教育学部長であったが、教育理念をめぐって総長と争い罷免され、 自らの理念を私学で再建するために芦屋アア大学を設立した。1978年から1991年にかけてほぼ各年で職業指導学国際会議を開催。それ以降、当時の文部大臣、総理大臣、各国領事、ソ連教育大臣など国内外から多くの教育関係者らが芦屋アア大学を訪問するなど、 国際的にも注目される存在となった。2014年現在、臨床教育学部と経営教育学部の2学部3、学科からなり、教育理論により、教えや学びが展開されている、教育の現場に焦点を当てた教育を行うことが、できる教職者の養成、及び教養豊かなビジネスリーダーとなる人材の、育成を目的としている。ソーラーカーレースの競合校であり、 また2007年に大学院付属機関として発達障害教育研究所を設置した。また大学のホームページでも公開されている平成19年度自己評価報告書の89ページにも記載があることだがソニーの会長だった森田昭夫が産業教育学科を激唱し海外にも紹介したこととこの学科を中心に経営者に誠意。 企業リーダーの輩出の実績を重ねていた結果から、企業経営者の子息が進学する大学としても有名だった。六六層に位置し、学者からは、神戸から大阪までの街が一望できる。かつて、この場所には、アシア国際ホテルという高級ホテルがあったが、廃線後には GHQ が専用、その後アシア女学校の手に渡って、現在のアシア大学になった。なお、 旧アシア国際ホテルの建築物は学者として利用されていたが、1995年の阪神・淡路大震災により全壊して現存しない。2009年1月から同大学で就職活動を支援するキャリア支援センターで勤務していた40歳以来の男性の契約職員が当時4年生だった女子学生に対し、 外で指導するなどと称して自宅やカラオケ店などに呼び出し体を触るなどし、このショックで女子学生は就職活動を中断せざるを得なくなった。女子学生は同年7月に同大学に被害を相談し、同大学は同年9月30日付でこの職員を有志解雇にした。その後女子学生は翌2010年6月、該当の職員や同大学を運営する。 学校法人アシア学園に対し、医者料などの支払いを求め、大阪地方裁判所に提訴した。2011年5月19日に、神戸市内のホテルで開いた、入試説明会後に、高校教員への飲食接待を行った。同大学によると、入試説明会後、宴会場に移動し、料理や日本酒などを振る舞ったという。教員から飲食費は徴収しておらず、県教委は、 利害関係者との不適切な行為を禁じた内気に違反する恐れがあるとして調査している。ありがとうございます。